で、それでは、テキストでは次の 2.2.3 節の、非不整数の二進十進変換の話に進みたいと思います。で、ここでですね、この二進十進変換の話が出てくるのはなぜかというと、皆さんの中にはこの二進十進変換の手法をすでにいくつか知っている人もいるかもしれませんが、実はこれらの方法がそのホーナー法と結びついておりまして、で、ホーナー法を使って効率化可能であるということを説明するというのがここの説の目的です。で、まず、例題からいきましょう。最初にその二進数を十進数の表記に直すという計算から、書きたいと思います。で、一応これから先のですね、その数の表記なんですが、二進数と十進数が入れ替わり出てきますので、そのある数の表記が二進数か十進数かを明記するためにこのような書き方をします。括弧でくくって、その右下にこの奇数ですね、ベースを書きます。ですね、この、今この例題のこの行の場合は M が、二進数で101011という、数であるということを表しますので、今後注意してください。で、ここで考えたいのはこのですね、101011という二進数を十進数に手際よく変換する方法であります。で、一応定義通りに書きますと、これはその2の各べき乗で、1桁がですね、1になっているところ、ものを全部加えればいいですから、こちらにありますようなこの2のべきを全部加えていったものがこの M の値になりまして、十進数ですとこういうふうな表現になりますね。で、これは十進数で91ということになるんですが、実はこの計算の仕方というのは、その先ほどそのホーナー法の導入のところで述べた、その一変数多項式に対する素朴な評価の方法とこう似ているわけです。で、そこで、ここでは、この二進数に対してですね、こういう6次の多項式 MX っていうのを考えまして、で、これに対して、この M にですね、この MX に2を代入したで評価する問題とみなして、ホーナー法を適用することにします。で、そこでもう一回ですね、この MX っていうのはこういう6次の多項式ですね。で、それに対してこのホーナー法を使って M2 の値を求めていますと、こういう形でその計算ができるようになります。先ほども組み立て情報のような形でやりましたけれども、それぞれの桁を2倍して次の1次下の係数ですね、桁が0か1かを加えて2倍して、さらに1つ下の桁が1か0かを加えて2倍するという操作を繰り返すことで計算するわけですね。一応これを展開していくと、最終的にはこの十進数の91が得られるということが分かります。このようにして、まず、その、二進表記を十進表記に変換する方法に、ホーナー法のアイデアが使えるということになるわけです。では、今度は、その、十進表記で与えられた、十進表記ですね、十進表記を二進表記に、その効率よく、変換する方法について見ていきたいと思います。実は、この図を見て、この方法を知ってるっていう人はどのぐらいいますか？はい、はい、はい、はい。若干いますね。はい。多分、この方法は見て知ってるっていう人もいるかと思うんですけれども、実はこの方法も、がなぜ正しく計算できるかっていうのも、この方法も実はそのホーナー法のアイデアを使っているということを、今日は紹介したいと思います。で、まず最初にこの方法をですね、ちょっと見ていきましょう。先ほど使った十進数の91の二進数での表記を求めるということを考えます。で、やることは、まず与えられた91をこう2で割るわけですね。で、そうしますと、小と余りを出すと、小が45で余りが1になりますので、このような形で書きます。91を2で割って、
で小が45っていうのを91の真下に書いて、乗与の1を45の隣に書きます。で今度はこの小の45を2で割って、また乗与、小と乗与をその下に書くわけですね。45を2で割ると小が22、乗余りが1ですから、うまいこと形で書くと。で今度は22を2で割って、小が11、余りが0ですから、うまいことで書くと。で11を2で割って、小が5で余りが1ですから、こういうふうに書くと。で5を2で割って、小が2で余りが1ですから、まあ、こういうふうに書くと。で、2を2で割って、小が1で余りが0ですから、こういうふうに書いて、最後、まあ、1を2で割って、小が0、余りが1ですから、このように書きます。で、次がその二進表記を求めるためのポイントで、こうして出てきた余りをですね、下の方の数から順に左から並べて書きます。今の場合ですと、下から順に101101011というふうになってますので、これを左から並べて書くと、101101011というふうに並べると、実はこれが十進数91の二進表記になっているというのがポイントなんですね。で、問題はじゃあなぜこういうふうにこの二進数1と1をと0を並べると二進表記になるかということなんですが、これはホーナー法のアイデアで説明することができます。今までの一連の計算は実はこういうことを繰り返したんですね。最初、十進数で91という数が与えられまして、で、これは2で割って小が45で余りが1でしたと。で、今度はこの小の45を2で割ると、この45っていうのは、小が22で余りが1でしたと。で22をさらに2で割りますと、小が11で、余りが0でしたというふうに、実は先ほどの計算でですね、こう出てきた小を順番に割って、小と乗与に分けていった計算というのは、多項式で表すと、まあ、このような形でこう展開することができるわけです。で最後にこの展開された形を見ますと、実はこれホーナー法でですね、その先ほどの多項式 MX をこう展開した形になってるわけですね。でそこで、この実はここのですね、この図の右側に並べた乗与の部分っていうのは、実は多項式の展開でいうと この部分に対応するわけです。で、でこの係数をですね、この下から順番に読んでいくっていうのはどういうことを意味しているかというと、下から順番に読んでいくっていうのは、この多項式の展開におけるこの係数を左側から順番に読んでいくということに対応します。で左側の方がですね、この括弧のこの式のその入れ子の深さから見ると、2のべきの大きい方の数値を表しているわけですね。例えば、この一番左側の1っていうのは、これ2の6乗がかかった値だということがわかるわけです。で同様に、その隣はこれ2の5乗、2の4乗、2の3乗の係数になっているということが言えます。ということで、まあ、このようにして、まず非不整数の二進十進変換がですね、そのホーナー法と関連付けられるということを押さえておいてほしいと思います。ここまでよろしいでしょうか。はい。